こんにちは、トーマです。イベント直前のやつ行きましょう。もうお決まりになってきたね。はい、イベント予告、まあこれはいいでしょう。妖怪ウォッチシャドウサイドのイベントね。で、まあこんな感じやね。妖怪ウォッチシャドウサイドフィナーレ不動明王会ということで、フィナーレ最後かな、今度こそ。Z ランクの不動明王会が目玉といった感じです。で、ちょっと先に話しちゃうと、イベントの形は武道会です。はい、こんな感じでお宝があるね。白州のお宝、バニートラップのお宝、必殺秘伝書のお宝、シャドウサイドコインのお宝といった感じで、まあまあいつも通りの武道会といった感じですね。で、あとは出てくる妖怪かな、まあ一緒だけどね、あの予告に書いてるのと、まあ辞典見てもわかるけど、その他で、Z ランクね、どこだっけ、あこれやね、その他の Z ランク種族王かな、ここが不動明王会といった感じで、また Z ランクですね。不動明王多くない？これ不動明王だよね。不動明王じゃ、不動明王ボーイ、不動明王天、不動明王ばっかや、不動明王ばっかですね。はい、まあそれはいいでしょう。で、他のランクのやつも出しとくけど、SSS が2体かな。で、さっきも名前出てきたけど、白州がおそらく SSS。で、もう一個が玄東かな。まあ、この2体が SSS やね。アシュラはっていうね。前のイベントの時もあったけど、アシュラ出ないっていうのはあったけど、まあ、今回も出ないね。まあ、ニャンボでワンチャン？まあ、わかんないけどね。まあ SS とかもね、まあこういう風に言われてるよっていうのは名前は出しておきたいなと思います。ってことで、こんな感じかな。まあ重要なのは武道会だというのと、Z ランク不動明王会だという感じかな。ただ俺には一つ心配がある、最後に。この動画短いけど、最後に一つ心配がある。これ不動明王並べたんやけど、まあこれは普通の不動明王よ。まあこれはいいよ。これはいいし、不動明王じゃ、一瞬で数えきれないほどの妖怪プニョです。まあまあ、まあまあよくあるやつやん。まあ、で、不動明王ボーイ、全化師。不動明王天、全化師。不動明王海、全化師じゃないよね。大丈夫。もうちょっとそれが心配だけどね。もう全化師はいい。もうちょっとなんか、面白いね、必殺技を期待して、明日、またもちろんガチャ動画あげるんでね。そちらもぜひ見ていただけたらなと思います。では、明日のガチャ動画でお会いしましょう。じゃあ。